おはようございます。釣り子 TV です。これレゼルブジュニアついに発売開始になりましたね。今回はですね、実際に使っているシーン早く撮ってくることができましたので、まずはこちらをご覧ください。はい、釣り子 TV です。これレゼルブのジュニアがね、ついにね発売開始になりましたね。こんなね、結構ね小型な感じですけども、これを使ってですね、亀山ダムでね、絶好のねトップウォーターにいいシーズンになってきましたので、ちょっと試してみたいと思います。開封ね、ケージ開けてね、針は1本ですよね。こんな感じね、あ、ちっちゃい割にね、針はね、そこまでちっちゃくない。羽とかはだいぶ小さくなってる印象ですけども。じゃあね、早速これ結んで試していきたいと思います。P ラインね、0.85 に2号のリーダーつけてみましたよ。で、まあ、今回ね、ちょっと直結で使ってみようかな。はい、じゃあ試していきギルがしゃぶりに来た。ギル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 がね、面白がって見に来るね。お、来た来た来た、うわ、バレた、バツだったよ今の。うーん、残念。よっしゃ。よっしゃ。
いレゼルブジュニアに亀山バス、ね、小粒だけどよく出てくれました。じゃあ逃がしてあげます。やられちゃったね。ありがとう。はい、ルアーはディスタイルから新しく出たレゼルブジュニアでした。はいはい、というわけで亀山ダムに行ってきました。でね、ゆうまずめの絶好のタイミングでちょっとの時間だけ投げてみたところ、早速ねバスが釣れたよっていうことで、まずねどんなルアーかですね。だからこれ買ってね亀山ダムでね先に開封しちゃってるんですけどね。はい、改めて、はい、こんな感じです。よりねジュニアっていうだけあって小型で繊細な印象ですよね。これでね、羽が結構しっかりとこんな感じで締まるので、こういう感じで、まあね、このままの形だと空気抵抗ね多くて切りもみで飛んでいきそうな感じなんですけども、しっかりと羽がここまで締まってくれるので、思いのほかスポットに狙ったところにスッと投げれるね。重さも非常に軽いんですけども、こうしっかりとね羽が締まってねヒューって飛んでいくから、今回亀山ダムで減衰30センチっていうことで、ミスキャストしちゃうとねその木に引っかかりやすい、できればね好きな状況としてはある程度減衰してこうオーバーハングと、なんだろう、水面が1メートルとか 1.5 メートルぐらいね空いていると上にも引っかかりづらくてですね、怖くなく打ち込めるんですけども、今回このレゼルブジュニアね、こういう感じでPラインでスピニングで投げてみたんですけども、変な方にねスライスしないんで際どいところに投げやすかったなっていう印象があります。で、手元で見てみるとここまでしっかりとね締まる羽なんかが効いていたのかなと思いますけども、で背中にはこう D スタイルってね書いてあって、で、あ、前のモデルというかオリジナルモデルにあった羽に目ってのがなくなったんですね。まあちょっとねこれだけだとどんぐらい違うのかね分かりづらいと思いますんで、今実際に使っているオリジナルサイズのねレゼルブ、これもねちょっと見ていきたいと思います。はい、こんな感じ。だいぶね小さいですよね。で、改めて見てみるとレゼルブって小さいな小さいなと思ってたんですけども、こんな感じのルアーにしてはちょっと大きいんですよね。まあ投げやすくて、あとアピールもあってなかなか使いやすいんですけども、ジュニアが出てみると、あ、レゼルブって結構大きめだったんだなぁなんていう風に、今手元で感じております。持った感じもねだいぶグッとね、重く感じますので、まあなんだろう、レゼルブジュニアの紹介なんで、こっちはねもうめちゃくちゃね軽いね。で、実際に投げてみたらこの小粒なボディなんですけども、めちゃくちゃよく動く。スナップにつけて普段使うんですけどね、ちょっともう時間が夕方で残り帰着まで30分っていう時間だったんで、スナップ探してる時間がもったいないなと思って直結で投げてみたんですけども、直結で投げてもですね、ものすごいこうねビリ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 ってね、しっかり水面をこう羽が叩いてくれる、パリ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 って感じでね、すごいハイピッチローリングして泳いでくれるね。で、直結で使ったんですけども、一点シェイク投げて、その泳がせてね食わせるっていうのが基本スタイルだとは思うんですけども、ダム湖なんかで使う時はそのオーバーハングの奥に入れて、それでもってこうできるだけね手前に来ないように、手前に来ないようにそのオーバーハングの影が入っているラインの中でうまいこと魚誘い出したいなーなんていうのがあるんですけど、釣れたのもねまさにそんな状況で、夕暮れ時ではあったんですけども、結構ね沖側での捕食が少なくて、岸際ではたまにポチュッポチュってね何かね餌食ってるなーっていう雰囲気があったので、まあできるだけ
奥目に入れて、でそのオーバーハングの影がある中で食わせたいなっていうのがあったんですけども、この羽がねパッと開いてますけども、うまいこと使ってねこうシェイキングするとね、ほんとね一点シェイク、もじ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 手前に来ない、なかなか来ない、なかなか来ないですね。もうこれでもってじーっとね誘い上げたところ、たまらずねもうねじーっとねなんか後ろで見てんなっていうのは肉眼では見えたんですよ。でもこんだけじーっと見ちゃってるから、さすがに食わせらんないかな、入れ直そうかなって思っていたら、はってね思わずね食っちゃった。この一点シェイクの性能と、あと小型でこのリアルなね見た目、これが相まって結構擦れたね亀山バスもね思わず食べてしまったね。で結構ね厳しかったんですよね。なんかね印象より亀山ダムが擦れていて、この日もですね大会が4つのボート屋さんで昼間まで行われていて、トキタボートではレジットデザインのオーナーズミーティング、野村ボートでは三島の釣り具屋さんのこうね大会、そして椿本もねそれでボート出ていたりしますので、で折木沢レイクブルーっていうねもうね老舗のすごい大会が行われていて、でその前の週かな、なんかね H1 グランプリとかも行われていてですね、ほんと H1 グランプリなんてねそのハードベイトのみのねもう最高峰の大会ですけども、それでもうありとあらゆるねプラグでねみんな亀山のバスを攻略しようっていうことで攻め抜いた後っていうのもあったのかもしれないんですけども、思いのほか小バスも含めてねこう見に来るんだけど食わないんですよね。あっぷいってあるあですねって感じでぷいってね、下がっていく。それとまあかかりもね甘いんですね。一匹かけましたけども深くね食い込んでいなかったらすぐバレてしまったなんていうのはあって、あこれレゼルブジュニアでも難しいのかなんて思ったんですが、さすがねこの見た目ですよ。これでうまいことねもうねほんと時間ねほんと大会が終わってで表彰式が終わって30分くらいだけね帰着時間まで釣りできるなっていうのがあったんで、でこれねボート屋さんで売ってたんですよ。その大会の受付の時にですね見たら横の棚にこれ並んでまして、あこっちのこれレゼルブ入荷したんだなーなんて思ってね、まあいい色あったらちょっと後で買おうかなーなんて思って大会終わってよくよく見てみたらこれジュニアだったんですよね。ジュニア発売したんだと思って早速ねその表彰式が終わった後に買って、でそのまんまね片付けまだだったんでこれ一個だけね持ってね古城に出てっていう感じだったんですけども、なかなか日曜日のもうね最後の最後でね擦れた時間帯というか、日中はボイルも見かけたんでボイルの時なんかねこれのタカ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 ーなんていうね高速リトリーブなんかでも使ってみたかったと今思うんですが、夕方はね残念ながらもう全然ボイルがなくなってしまって、どうしようかなと思ったらね、これの本当いいところはねその一点シェイクで誘う性能もめちゃくちゃ強いし、ただ巻きのね破綻しないこの高速ハイピッチロールの泳ぎっていうのもまた見事なもんだなーなんていうことで、なかなかねその大会の時間中なんかね一匹釣るのも苦労したんですけども、まあ夕方効果も相まってね速攻でその擦れた亀山バスを反応してくれたってね結構ね一発でお気に入りになりました。で、裏に説明書きがあるんでちょっとそれも見ていきたいと思います。ディスタイルレゼルブジュニア、小さいけどめちゃくちゃパワフル、レゼルブの弟分が登場、絶妙なボディバランスにより強烈なバタバタアクションを実現、弱ったベイトフィッシュが水面でもがいているスローアクションを出すための羽ですが、羽という捉え方でなく数匹のベイトが絡み合っているというイメージ、シェイクによるもがきアクションだけでなくただ巻きによるバタバタアクションも可能、止めてよし揺らしてよし巻いてよし、あらゆる誘いができる食わせのトップウォータープラグですということで、製造元ジャッカルで、ハヤブサフック仕様っていうこれ、これねそうこのねハヤブサ製のフックっていうのがねこれがねもうねほんと刺さりがね
いいですね。サクッとね刺さる。ちょっと1匹目はね食わせどころが悪くてすぐバレてしまったんですけども、これ2匹目もやばいかなと思ったんですけど、この細軸のねフッ素コートしてあるハヤブサの針がねサクッとねいいとこにかかってくれていて、もうね上げることができましたということで、このオリジナルサイズが出るときね、お祭り騒ぎでしたよね。あのフィッシングショーで何やら重大発表があるってね、小野社長が登壇して何が起こるのかなと思ったら、青木大輔プロがこう上がってきて、でコラボレーションでルアー開発ね、マスコミがいっぱい集まって大発表が行われて、でどんなルアーが出るのかな、翌年出てきたのがねこのレゼル、ね、こういう感じのルアーをね作るんだ、ほんでジャッカルで作るんだな、なんていうね、その製造元ジャッカルっていうことで発売してるのはねディスタイルですけども、でそれのねクロールアップとかプラグいくつか充実してきて、でシャットなんかも出て、でいよいよねこのサイズ展開ということなんですね。レゼルブがこういう感じで小型になりましたよってね。であとね重さも測っておきますかね、2つせっかくいるんで。まずはねオリジナルの従来のレゼルブ、これ何グラムだったかね、改めて5グラムジャストね、5グラムなんですね。はい、結構ねだからほんとベイトフィネスとかでも投げやすいし、スピニングだとカッ飛びすぎってぐらいカッ飛んでいくしね、そんな感じのオリジナルサイズなんですけども、じゃあ今回新しく出たですねレゼルブジュニア、これは何グラムでしょうか。 2.4 グラムね、だいぶ軽いですね、およそ半分ぐらいなんですね。見た目はそこまで感じないかもしれないですけど、横で見るとわかるかな、これねボディの厚みが全然違うんですよね、ジュニアとオリジナルサイズで。こんな感じね、だからねだいぶねこのこういう感じで見る印象よりもね、ほんとねこっちはね 5g で結構手にずっしりくるんですけども、こっちのねレゼルブジュニアはですね 2.4 グラムなんでほんと軽やかですね。で小型なのにものすごいねいい波紋出してくれます。泳がした時もねバタ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 ってね、でピタッバタバタバタピタッと、もしくは一点シェイクでもこうほんとね微妙にこうなんかね揺らめいてねいい感じの波紋がね、このボディサイズにしてはほんとホワワワーンってね、なんだろう、この見た目より大きめの波紋が出てくれるんで、あのね魚をこう水面が静かな時にねこう表層まで誘い出すにはねほんとねいい感じの、まあなんだろう、パワフルなって書いてありますけども波紋が出ます。まあねほんといよいよ発売開始ということで、ボート屋さんで聞いたらですね昨日か一昨日ぐらいに発売開始したよなんていう風におっしゃっていたので、ちょうど今ね釣り具屋さんとかいろいろ回れば陳列され出している最中ではないでしょうかね。カラーもねいろんないい色味が出てましたんでね、お気に入りのカラーぜひ探してみてはということで、はい、というわけでですね本日の釣り子 TV はこちらディスタイルからね待望の、ニュープラグレゼルブのジュニアサイズ、これがですね発売開始になったよってね、亀山ダムで使ってみたらもう速攻で釣れたよってね、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。